俺たちの朝は日本テレビと東方の制作で同局系日曜20時枠で1976年10月17日から1977年11月13日まで全48回で日曜日20時から1時間枠で放送された日本の青春ものテレビドラマ俺たちシリーズ第2作鎌倉を舞台に5人の若者たちの様々な青春模様を描く 勝野陽主演。刑事ドラマ、太陽に吠えろ。のテキサス刑事役を降板した勝野陽の次回作で、あり、初の主演作。そして、全番組であった、中村正俊主演、俺たちの旅の人気を引き継ぎ、当初は1クールの予定だったが、全48話1年間のロングランとなった。俺たちの旅に続く、俺たちシリーズ2作目として制作され、 舞台設定は当初世田谷区の轟どろき警を予定していたものの、駅のホームでの撮影許可が出なかったことにより断念し、当時まだそれほど観光客も多くなく、江ノ島電鉄の廃止も決まっていた鎌倉が選ばれることとなった。放送開始時には結末が決まっておらず、放送が進む中で最終話に向けて書き進めていくのが一般的で、本作についても、 最初に登場人物のキャラクターを練り上げて流れを作り上げた後自然と進んでいくスタイルにより一年間にわたって書き進められた。俺たちの朝で頻繁に登場した極楽寺駅。2019年1月に新駅舎へリニューアルされたが旧駅舎はモニュメントとして保全されている。現在でも放送当時の面影を多く残している。昭和50年代前半。 神奈川県鎌倉のイメージに強い影響をもたらしたドラマである。作品の舞台となったこと、鎌倉が見直され、とりわけ江ノ島電鉄は1960年代からモータリゼーションの影響で利用者が激減、廃線寸前という状況となっていたが、本作のヒットにより放映中からドラマに喚起された若者たちの観光名所となった。主人公達が住んでいる。 設定の極楽寺駅周辺は連日の賑わいとなり、江ノ島電鉄が経営危機を脱するなどの影響を与えた。一方では、極楽寺駅にあった当時の木製の伝言板が書き散らされて壊れ、江ノ島電鉄からのこの番組のおかげで壊されたとの訴えに、日本テレビ側が応じて、構成の伝言板を寄贈、さらには記念スタンプや記念ギップも日本テレビがデザイン。 テレビ番組にちなんで記念ギップを発行したのは、これが鉄道史上初めてだったということで、記念ギップはすぐに売り切れて増刷となり、江ノ島電鉄は市場空前の利益を計上したことで社長が感謝の意を伝えるために、当時の日本テレビ社長の小林よそじのもとを訪れたほどであった。修学院大学を中退した修司と、オススの友人で在学中の伊産は、 都内の下宿先を追い出され、偶然会ったオススの幼、友達で先輩でもある対策を追って、今日求めて、中と二人で、リアカーを引き鎌倉まで行く。そして、そこで知り合った東京美術大学学生の朝子と三人で、奇妙な共同生活を始めることになる。オススは大の海好きで、スイミングクラブで働きながら、将来はヨットでの世界一周を夢見ている。中は、 芝居に命をかけ役者になることを、カーコは、染色デザイナーの道に進むことをそれぞれ考えているが、途中での様々な苦労や困難、また、三人共同で始めた、ジーンズショップの閉店などで、夢は、だんだん遠のいていく。右与曲折を経てオスは父からもらった資金を元手に、ついに念願のヨットでの航海に出ることになる。シングルアルバム、 日本テレビ系で放映されたドラマ作品のソフト化を多数手掛けるバップより2005年夏に全話収録の DVD ボックスを2つに分けて発売開始。初映像ソフト化であり、地上波は元より CS 放送などでも近年放映の機会がなかった本作の待望のソフト化となった。ありがとうございます。